たまに。どうしたんやん。どうしたんやん、大先生、そんなため息ついて。らしくねえぞ。前は、まあ、何や、振られたん振られたんなあ、振られたん、なあ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 、もうやめろって、ほんまやめろ、ほんまやめろ。お前、お前は笑顔が似合う男やろ。いや、悲しいわ、お前言うよ。うん。汚ね、笑顔。マジで、もう、死にたいわ、もう、やめよ、そういうの。顔の話やめへん。私、今日お前、半分死んでるようなもんやん。うるさい、死ね。やめろ。これ以上だ、これ以上大先生を痛めつけるとこいつ逆上するぞ。するよ。逆上すんの。それ念中してるよ。ああ、お前猫みたいなもんやな。にゃーん。きたね。きゃーん。タチ。あるあるかい。あるあるかい。今世紀中に埋め立てるもんよ。会えたら会いましょう。いや、内戦によって荒廃した経典。お前らエグいな。天の仕事の、天の声の仕事を奪いに行くスタイルやな。違う、単純にバカにしてるやろ。してんじゃん、尊敬し、しかも。いや、バカにしてるよ。いや、バカにしてるよね、これ。うん、してるね。でもな、大先生。お前今動画撮影してるから常識心気取ってるけど、お前オフの時はお前めちゃくそ真似してるよな。ほんま、こういう時だけいい子プリ上がってよ、このハゲ野郎。ハゲ野郎、そろそろ。ほんま、なんや、なんや、俺らだけ数さらけ出してあいつだけなんか猫かぶったんぞ、どう思うよ。うん。よくないよくないよ。ね、猫先生。あ、ね、俺がね、あのあれ、うん、ごめん、もう何もないわ、ちょっともう喋らんとくな、俺。何してんだよ、これ。あ？あ、お前、やるぞ、お前。あ、ちょっと待って、俺も手休み。あれ、ちょっとシャオどこ？ちょっと待てよ。ちょっと俺も見に行く、ちょっと俺も見に行く、俺も見に行く。シャオどこ？あれ、待って。今ちゃん？今ちゃん？ちょっと待って、ちょっと待って、俺もちょっと見たい、見たい。見たいっていうか。お前ら。お前らなんで俺がここさっき埋めたとこ完全に掘り返してんねん。完全に場所覚えとうやんけ。ああ。シャオも。なんかすなんか持ってるぞ。なんか持ってるぞ。お前ら、その手に持ってる可燃物、さあやろ。シャオ、今ちゃう。ああ、捨てたらその辺に。その辺に捨てたらとりあえず。待て待て待て、ちょ、パパ。とりあえず地下行けよ。え、どうしたシャオ。これさ、地下帰ってこい。降りると思ったかお前。ちなみに俺弓返ししに行こうとしたらなんかちょっと潰れとった。どうしたシャオ。ちょ、ま、え、シャオ今どこおるん。ちょ、あいつ来るとややこしいから黙っとこう。なんでここ集結してんのみんな。いや、みんな可燃物持ってるんだけど君ら。いや、お前ひ、お前火打ち石だろこれ。あいつマグマバケツやろ。出てくよ。こうせってきゃ。ちょっと待って、ちょっと待って、ユグドラッシュのヘイト稼ぎすぎやろ。せっかく苦しみから解放されて、出てくる。てめえ人様の家何やってんだから、出ていけ。あの、あ、ちょっと出やろよ、お前も。ん？ちょっと待って、お前、ちょっと待って。あっ超あかんて、ランランのうちが。あっちだけどな、兄さんに抜かれてな、俺もドロップした。ああ、大先生。お前さ、ユードラシルハウスさ、上ばっかりさ、直そうとしてるけど、お前地下室見た？地下あってねえようなもんだろ、うん、んなの。そっか。じゃあ僕のすることは一つだね。何がだ。いや、だからほんま、一回地下見てみて。俺何もしてへんけど。ええー、お前。ん？どうした？なや。嘘つくの下手くそになったな、お前。なや。言うてみんや。お姉ちゃん。米が足りひんね。やっぱり？じゃあ、こねたろか。いや、でも、あ、これ意味ねえや。なんか、いろんなやつが俺の家に寄ってくるんだけど。マグマ片手に。何味かな。
マグマ片手に。いや、てか、動画見てるとさ、俺とお前ずっと喧嘩越しちゃう、なんか。あ、ほら、そういう星の元に生まれてしまったから。生まれたんやな。でもお前なんかブログでちゃっかりフォロー入れてたけどな。お前、そういうことまで言っちゃう。アフターフォローするとこ汚いよな。あ、グルペン、ここ全カットね。こんなことを視聴者に話されるのおもろなくなる、おもろないやろ。なんでこの人は寝てんの？え？いや、なんかちょっと夜やし寝た。起きた。さあ、もっと震えるほどの戦争しようよ。トゥー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 。ちなみに家全ロストした場合はどうなるの？え、ゾンビ兵。ゾンビ。さすらいのゾンビ兵と。さすらいのゾンビ兵。ところで皆さん。あれ？兄さん家のブラッチマイニングすげえな。あの辺も燃やしに行こう。もう燃やされてんで。マジで。とりあえずみんな燃やしていくスタイルなんよ。鎖のよつらな。うるさい。ごめん。さっきからクソどうしようこいつ。なんもいいことねえな。またお前殺されてんの。もうやだ。兄さんか。ちょっと。やめて、仲間やめて。ちょ、で、兄さんけ、なんでこんな燃えてんの？燃えてる言うたよ、さっき。なんでや、自然発火現象か。あのなあ、グルッペンとか言うな、クズがな。あー、グル、あー、あいつか。今、ユグドラシルの攻防が始まってるから。スイッシュ。なに、お前の家、お前の家、ろうそくみたいになってる。いや、ほんとにマジキャンドル。今日から俺のことキャンドル広瀬と呼んでくれ。誰だよ。誰だよ、ほんとに。まあ、別にこの家燃えていいんだけどね。あのこと？ランナタワー。ランナタワー燃えてんの？ランナタワー燃えててんけど。てか、なんか、俺のベッドが壊されてるとか、いう噂を聞きつけたんだが。一番エグい戦法取ってるやん、ベッド破壊とかいう。人間のクズ。まさにそのこと。どうなってしまったんでしょう。あ、食料いっぱいだ。じゃがいもいっぱいだ。あ、てめえ。あれ、なんか燃えてる音がするわ。僕の家燃えてる音がするわ。なんか僕の家燃えてる音がするわ。うわぁ、キャー、溶岩ばかっている。なんか、グルッペンがいねえから。お前もグルッペンがいねえから適当に投げ捨てておいたバケツが燃えたようだな。キャー、なんか燃えてる。僕悪いことしてないのに、神様なんでこういうことするの。君は悪い子だからだよ。そうだよ。そう。三滅すべし、グルッペン。くそ、気づかなかった。あいつに、あの害虫の存在に気づかなかった。